ということで、よそいを新たに FC レスカルの皆さん、どうもおはようございます。おはようございます。おはようございます。決勝トーナメントに移りますが、今回レスカルというチーム名になりましたが、はい、ご説明をご紹介いただけますでしょうか、キャプテン。前のチームを追い出されたんで。それはどういうことなんですかね。僕もメールで見たんですけども、考え方の違いです。あっちは楽しくやるチームで、はい、俺は勝ちたいんです。はいはいはい。それでやっぱり意見の対立があって、はい、抜けてくれって言われたので楽しくこうチームを作って。なるほど。で、打点主チームのルシファーを反対から呼んだ。かっこいいですね。なるほど。じゃあ今日は結果を追い求めた大会になるわけですね。今日はまずそう思ってますけど、はい、ま、時間間違ったんで遅刻したんで、もうとんでもないボロボロです。じゃあまずはメンタルを上げていくところからですか。そうですね、今ユニフォーム発注してるんで次回から。わかりました、はい、またお待ちしてますんで。ユニフォーム揃い次第、はい、バトルモードになりますんで。ありがとうございます。お待ちしております。じゃあ頑張ってくださいね。今日はスーパーエース、スーパーエース。じゃあ後で試合の動画でも後でじゃあ追いかけるので、スーパープレイお願いします。でももちろんここから優勝も狙いますんで。ああ、メンタルを、はい、テンションが上がって、はい、確かに確かに、はい、まだテンション上がりきってない感じですもんね。わかりました。応援してますんで頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい。